そう思えば、多分ね、寝とられ、もしかしたら、もう、小さい頃から、そういう性癖があったのかもしれない。なぜかというと、僕が、七八年間、片思いしていた、風花、っていう女の子がいたんだけど、今でもね、その子の誕生日をパスワードにしてんだけど、その子、まあ実際好きだったし、 あのー、気になってはいたんだけど、付き合いたいって感じではなかったんだよ。でも気になるから、なんか誰かと付き合ってるんじゃないかそわ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 、ソワ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 みたいな感じしてて。多分これは、風花が誰かと付き合ってるところを見てしまったら、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あはあ、ってなってたかもしれない。もしやっぱ恋愛感情自体はないんじゃないのいや、あると思うわけどな。うん。怖いか。僕が怖い。<laughs> 風化以外好きになったことないのいや、そりゃあなんか、可愛いなとか思うことはあるよ。この人可愛いなーみたいな感じで思うことはあるけど、あ、好きだなって思うことはね、なかったな。本当にその、風化以外今までね。人並みに、人並みよ。本当に。